どうも、あきです。英会話9やっていきましょう。いつも皆さんコメント高評価ありがとうございます。今回はこちら、夏の甲子園決勝戦やっていきたいなと思います。ついに全国の決勝まで来ることができましたので、最後必ず勝って有終の美を飾りましょう。ということで早速試合の方やっていきたいなと思います。いやー、この台3年目でついに全国決勝まで来ることができましたね。本当に接戦ばかりの試合だったので、いつ負けてもおかしくなかったんですが、本当にチームの総合戦力で勝ってきたというところだと思います。いやー、水谷が普通になったのちょっと痛いですが、いやー結構痛いな、仕方ない。ただもうここは先輩の有終の美はこの横田が飾るしかないですね。はい、横田でいきましょう。この試合は横田が先発できますと。まあ横田は好調。はい、ということで、ではですね、まず今年のオーダー確認ですね。最終オーダー確認からやっていきましょう。まあこの試合は長坂が絶好調なので、まずセンターというところから出しましょう。はい、ということでまず1番がショート、小原こと小原くんですね。はい、この小原、まあ小原に関してはやはり守備職人、早急 C ということで、今までほとんどエラーしたことがないショートでございます。やっていきましょう。まあ冗談は、これが冗談になるのがちょっと本当にね、納得いってないところはあるんですが、まあ本当に盗塁し走力96というところで1番バッターとして非常に活躍していますね。そして意外性でパワー A になることもあるので、まあそのあたりも含めて非常にいい能力だと思います。はい、もうちょっと打率を上げてほしかったなというところはありますね。そして2番がセカンド、喫茶とですね。はい、この 1,2 番の入館コンビなんですが、もうこの代は誰の代かと聞かれると、僕は喫茶との代というふうに思っております。まあこの流し打ちですね、そして威圧感も持っていまして、もうこの流し打ちで何度もチームを救ってきたと。そして威圧感持ってるので、いやー、喫茶と最後クリーンアップ打たせてあげようかな。前回の試合も3番バッターだったので、はい、まあこの威圧感を横田に働かせたいというのもありますし、ただチャンス B なんですよ横田が。やっぱそう考えるとこうだな、チーム全体のことを考えるとチャンス B の横田が3番で、もう強打のディマンというところで、この喫茶とを2番バッターとして使っていきたいなと思います。まあ喫茶ともチャンス C で本当に素晴らしい選手ですね。はい、そして3番がこの二刀流横田、まだ2年生でございますと。スロースターターが非常に怖いところではありますが、もう能力としては本当に素晴らしい形になっているので、最後ね、優勝に導いてほしいですね。そして4番がレフト大津。はい、この大津はもうバッティングが非常に素晴らしい選手でございます。そしてこの守備能力でなぜか守備職人を持っているという、まあなんかね、面白いところもあります。はい、そして5番が2年生ファースト堀田ですね。来年はキャッチャーと。肩はこの前まで F ぐらいだったのに、もう B になろうとしていますと。まあ来年は本当いいキャッチャーになりそうですね。弾道も読んで、今年でもうすでに4割打ってますね。はい、来年どうしよう、横田3番、堀田4番とかでもいいんじゃないかなと思える能力でございます。で6番がサード小杉、今日絶好調なので5番に上げましょう。はい、まあプルヒ持ちで打撃能力を上げてきたと。チャンスもし、そして7番がキャッチャーに行った阿部ヒ、プルヒ持ちのキャッチャーですね。肩がめちゃめちゃ強いと、いっぱいランナーを刺してきました。この試合が終わったらミート B になりそうですね。はい、阿部ヒ、プルヒというところがたまに難しいんですが、まあ、3割をしっかり打っている選手でございます。でライトに2年生の肩野。はい、2年生はこの肩野、小杉も2年生なんですよね、この強さ。そして堀田と、この辺横田と合わせて2年生でございます。はい、ミート力が非常に高い選手ですと。で9番センターというところ、まあ9番外野手で1枠いろいろ使っていまして、この試合は1年生二刀流、守備のいい長坂でいきたいと思います。まあ守備が今崩壊しているので、まあ、この長坂がたまにセンターを守ってくれると。あとはこのダイソー、足の速い宮川2年生です。来年ねレギュラー取ります。1番バッターを落とせようかなと思っています。はい、そして同じく2年生足の速い渡部、ここ1,2、そして横田3が面白いかもしれないですね。そしたら走れると。はい、さらに1年生で走力 B の若林、はい、これ来年のセカンドです。1,2,3、横田4でも面白いですけどね、堀田5みたいな。そして野地だった。そして堀田の時はもう堀田って言ってましたけど、これは堀田です。後の大スターじゃなかったし、野地だったしから野地くんです。改名です。はい、いいの。おお、来年足速い選手多いな。甲子園決勝まで来れたおかげで非常に
チームが強くなってますね。はい。そして、なんといっても忘れてはいけないのが、この横溝。そして、水谷という3年生の両ピッチャーですね。特に水谷に関しては、この阿部比。これで3割8分5厘、2本、ホームラン打ってます。この試合も、そういった使い方があるかもしれません。そして、来年の2年生、もう一人のピッチャー、中溝。まあ、中溝がね、今後どれくらい育つかによって、来年、このチームが、まあ、目標である春夏連覇できるかどうかが決まってくるんじゃないかなと思います。まあ、あとはこの津田という選手などにも期待していきたいですね。はい、ということで、いきましょう。運命の一戦、試合開始。まあ、本当に今年は優勝しないと。なんといってもピッチャーが3人強い選手がいるので、なかなかこうはならない。ね、来年そもそもピッチャーまあ3年生2人プラス1年生という形になってくるので、こんなに水谷横溝なんてよく育てたなと改めて思います。そして最後にふさわしいチームが来ましたね。先生だよね。 OKOK、 ナイスナイスナイス、先生2点先制しました。そして3回まで指示が来なかったということは、ここまでランナーを出してなかった。西村さんがいますね。これは勝つぞ。おお、世界の青木選手がいます。はい、これそうですよね。青木選手こんな感じなんだ。能力今何年生、2年生。走力が一番高い。これいつの時、これ現役の青木選手から作ってる能力とするならヤバすぎ。もう40に近づこうと。あれ、今年40のシーズンなのかな。青木選手は怪物です。これはまさか、まさかまさか山本由伸投手ではないか。ここで来たか、最強ピッチャー。360もあるんだな。2年生だまだ。しかもなるほど。いやー、いいですね最後。うわー、山本由伸投手、北別府投手、ここを打ち崩して日本一になることができれば本物のチームでございます。そして点の取り方としてはいいですね。喫茶とかエラーで出て、横とかフォアボールで出て、そしてツーベースヒットと、4番のいい活躍です。いきましょう。さっき大津、あ、紹介しましたね。急成長、乗り越えて成長したい。精度、そして伝令、第9。さあ決めてくれ横田。ああ、決められるな、ホームランを。よしよしよし、風がアゲンストだった。1点は仕方ないけど、うわ、いや、やっぱそう簡単には勝てないですね。これはもう相手のバッティングが素晴らしかった。ちょっと延長まで考えて打たせて取れ。いや、まあ延長ってことはないか。延長あったとしてもピッチャーいっぱいいますからね、こっちには。その安心感だけはあります。やばい、強いぞ。これが決勝戦か。今臭いところだったんだけどな。うわ、やばいやばいやばい。センター、頼む、長坂守備固め。うわ、3連打相手。うわ、3連打で逆転されてしまった。頑張れ横田。もうこれは防ぎようのないヒットの打たれ方でしたね。しかもよしよしよし、まだ1点逆転されただけなんで何とでもなります。ただこの回ノーアウト1塁、ちょっと怖いですね。横田はクイックが B か A ぐらいになっているはずなので、本で、あ、クイック C か、もともと E だったんですね。なるほど。まあでもちょっと走りにくい感じにはなってますよと。 OK。 さあここでゲッツー取れると大きいです。内角を詰まらせましょう。一塁タッチセーフ。うわ、いいヒットですね。さあ決勝戦にふさわしいここまではね展開でございます。でもうちは何度も何度も逆転して戦ってきているので、これくらいの点差は全然、うわー、大丈夫なんですが、これは、いやー、うまかったけどな小原も。ただ相手がここでピッチャー、もうゲッツーシフトにしよう。よしよしよし、あ、落ち着け小原、小原、なんでなんで、落ち着けよ、おい、
なんで守備職人早急シールそんなにエラーするかな。補給もそんなに低いわけじゃない。もううわ今のも作戦通りだったのに。天聖プロは打撃が低いからもう絶好のゲッツーチャンスだったのに。ふぅ仕方ない、切り替えていきましょう。バントですねこれは。山本由伸投手はクイックは C、はい、ただ負け運とかいろいろね良くない特殊能力も持ってるのでそのあたりをこうどうやるかと。さあ例の追い込まれてからバント作戦いきましょうか。OKOK、 OK じゃなかったし、フィールディング良き、てか足が遅い、どっちだ。いやーここはもうクセモノ使って打つか。いやクセモノ使ってバン、いやーむずいな。クセモノ使って基本に徹底してバントや。これでもう1番バッターに任せる。頼む小原、長坂のバントに応えてくれ。長坂のバントに応えてくれ、応えてくれ。うわー、いやバント失敗が痛すぎた。あそこでスクイズしたかったな。くー、バント5だったからな。なんとか決めてほしいところでしたが仕方ない。またあのチャンスに期待しましょう。まあ、こうやって1点2点を取っていけるというのは間違いないでしょう。レフト先駆、打球が上がってきますがレフト取りました。ランナー1塁に戻ります。これでワンアウト。さあもう点はダメですね。相手ピッチャーももちろんいいのでもう点を上げちゃいかんと。 OK、 まあもうスロースターターはね発動しないのでここから横田にねいいピッチングをしてもらうしかないですね。抑えろー青木よー。うわーやばい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 。ふぅアキ選手能力やば。うわこれは打たせてどれ使わないといけないな。うわやっぱ緊張してんのかなみんな、それとも本当に栄冠がより難しくなったのか。エラー率は間違いなく上がりました。はい、山本由伸投手なんでさすがにこれは。おいおい、なんでピッチャーにフォアボール出すんだ。うわやばいなこれ。え帰るのそれ、ショートさせるよさすがに。うわマジ大津の肩やば。いやちょっとこれもうこれ以上の点は絶対ダメ。うわ4点差。いやこれ逆転できたらすごい伝説になれる。決勝で4点差。それはあの井端選手とか荒木選手がやるそのワンバンにしてからゲッツーっていうのもでもよかったよ今の。やばいな、取れる、これは取れる。おーつ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 、やばい。そしてこのチームルールとして魔物を禁止してます。もう性格打ち気が入ってきた瞬間に性格を変えているので魔物での大量得点というのがありません。まあそれでよく3年目で夏の決勝まで来れたなというところも逆にあるんですが、この6点どうやって点を取るか。頼む、まずランナーを出してくれ。1人ランナーを出さないことにはこちらの指示ができないのでノーアウトでランナー出してくれ。うわー頑張れ。おーい、おーい、いや、しかもサードのエラーじゃないでしょ、今、ファーストでしょ、どちらかというと。おーい、おーい、おーい、センターバックホーム、曽我、ナイスバッティングです。タイム、もうこれ以上の点は、もう本当に笑えないぐらいのあれになっちゃう。
水谷行きます。次水谷から始まるっていうのもあるんで、バッティングにも期待して水谷行きます。ここは相手に揺さぶりをかけてくるのか。さあ頼む水谷。水谷50球までこの試合投げれます、球数制限で。物縛り、そして球数制限というね縛りがあります。うわ横田なら取れないかこれ。うわー10対2。これ全部横田の失点ですからね。またエラーもねだいぶ重なりましたけど、今日2本のヒットを放っている塚越。さあここは勝負するか、それとも何ショートバウンド。軽快な守備を見せました塚越。いい当たりです。頑張ってくれ。これで2アウト、ランナーは二塁三塁変わりません。いや待てよ、となるといやバッティングいい選手なんていうのがいないのか。でも宮川出すとき足があるからな。いや水谷の阿部にかけるか。そこに外野手入れてもう一回横田をピッチャーにというのはね考えられるんですけどね。この場合アウト、スリーアウトチェンジ。代打がいないんですよ今のこのチーム。さあ横田その前に盗塁や。これは二塁送球。いやー盗塁失敗に終わりました。ここはね栄冠9的にも育成をしたいので走りますが、ランナー一塁という場面で盗塁もさせてくれないと。今日はヒットは3本。もうピッチャーつないでいきましょう。こうなると精度。さあ持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。まず1年生の津田マウンドに上げて甲子園を経験させる。そして抑えてくれる、素晴らしい。やばっ、ピッチャーなのに4球投げて疲れたよこの選手。もう絶不調っていうのもあるんでしょうけど、いやピッチャー首さすがにそれは。低めボール球抜けた。強いです相手も。ボールは中継、池上いいバッティ。横溝行きましょう。調子を上げることができるか。打球は三遊間へ。小原最後にいい守備見せてくれ。オッケーナイス、よいしょ。いやーこっから奇跡を起こす、見ててください。こっから奇跡を起こします。もう盗塁するのやめるか、本気で勝ちに行くか。いやでもゲッツーがあるんで盗塁はさせたいんですよね。よし、オッケー。これ成功。ランナー。こっから奇跡を起こします。さあ、持ち前の癖も登りを発揮。テントランするしかないな。よしよし、抜ける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 。しな。生徒、なおもチャンスや。バッターは2年生、小杉。持ち前の熱血が力を発揮することになる。こっから奇跡の始まりじゃ。これで2アウト。いける、こっから奇跡の始まりじゃ。来年の4番候補、堀田。強い強い。結局さ、いや、これは待てよ。本気出すことを考えると本気シフトでいこう。あ、ただこの時点でもなお育成ということを考えないといけないっていうのが栄冠内の難しさだな。くそ、よしよし、オッケー。さあ闘魂込めて流し打ちをしていく。よしよしよし、9回、この点差追いつく、ひっくり返すことができたら
この実況は伝説です。今伝説を見せましょう。この私が今伝説を見せようじゃないか。よし、本気でいく。マジで8点取ってやる。粘れ粘れ。くっ、そう、お祭りを使いたかった。オッケー、いいの。足速いからこれセーフティーだな。一番セーフになる可能性高いのはセーフティーだ。今の場面もうちょっとサードより、もうちょっとサードより惜しい。ランナー三塁に進みました。いやー、ここに来てもなおこの育成をやらないといけないというのが嫌だぜ。なんかでもそれは徹底してやろう。よし、オッケーオッケーオッケー。意地じゃ意地、青道高校の。よしよしよし、もう1点取るぞ。天才的流し打ちを見せてもらおう。よっしゃ、どうだ、これがキッサトの天才的流し打ちじゃ。これが我がチームじゃ。この1はやめとこう、怖い。そしてこれが横田の広角打法じゃ。横田の広角じゃ。どうだ、見たか、これがうちのチームじゃ。よし、あとたった6点。スリーラン2回で追いつける。よし、ピッチャーも変わった。北別府さん防御率30点、これから点が取れる気がする。防御率30なんていうピッチャーは余裕で点取れるぞ。いったれいったれ、オッツ4番のいじみスタレ。オッケー、どうだ、これが逆境持ちの大津や。転がせでたくさんヒット打ってきたんや。そしてよしよしよし、奇跡起こるぞ、奇跡起こすぞ、こっから奇跡起こすぞ。スリーランとツーランでなんと同点という場面まで来た。よし、これスリーランだろ、スリーラン。くそー、全国制覇できなかった。くそー、この大舞台敗れはしましたが、決勝戦まで上り詰めたラインに大きな拍手が送られています。しかしながら、いやー、ここまでよく頑張ってくれましたが、まあただやはりまあなかなかね、まだ3年目、設備がついこの間全部整ったというところもありまして、こう今まで守備も上げられてなかった、まあそのあたりもね、この失点にはつながっている感じを受けます。そこをこの1年間鍛えて、この今年のチームにも勝るチームにしてですね、来年横田最終年こそこの甲子園の舞台で羽ばたきましょう。そしてスロースタートは結構痛かったっすね。うん、スロースタートはなかったら下手したら勝てたかもしれないぞこれっていうぐらいの感触もありましたね。はい、いやー、この試合でもかなり育ったな。守備に球速1、コントロール3、カーブ1。この試合の後だったら横田が進化して勝てたかもしれないですね。もうそれくらい差は天才以上にというか、天才よりも接戦だったなと、実力の差は接戦だったなと思ってます。はい、ということで頑張ってくれましたね。3年目、非常に素晴らしいこの選手たちを送り出しましょう。お、名門キープ、ナイス。これはキャプテン誰にしようか。横田は絶対下ろすことがないしな。まあまだ堀田とか小杉であれば下ろすことあると思うので、堀田にしときましょうか。特にキャッチャーもう一人いいキャッチャーがいるので、そしたら伝令にも出せるということで、残念ながら甲子園準決勝という形ではありましたが、それでもまあ本当に今までのね、最高記録を更新できたので、良かったのかなと思います。さあ、ということで、次回から、横田天才二刀流最終年ですね。この世代、この世代こそ、
もう優勝と言わず春夏連覇を目指しましょう。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。